こんにちはこれから偏差値の計算方法とその意味についてお話ししようと思います中学3年生にもなると大抵の人が模試を受けてその結果が返ってくることでしょうしかし偏差値という値は中学数学の範囲では習わないので一体この値が何者なのかわからないまま喜んだり悔しがったりしている人も多いのではないでしょうかそこでこの動画では中学数学だけで偏差値がどのように求められているのかをお伝えします またこの辺りの知識があると成績を説教の材料にされた時に一方的に言われっぱなしにならずに済むので是非偏差値の話を聞いてみてくださいまずは良い点と悪い点とは何かを考えていきます例えばこんな感じのテスト結果があったとしますこの表を見ると佐藤が良さそうだということは分かりますまた高橋が悪そうということも分かりますしかし伊藤はどうなのかと言われると何とも言えません そこで平均値という値を使いましたね。この結果で計算すると平均点は60点と分かりました。すると佐藤は平均以上だし高橋は平均以下だということがわかります。さらに伊藤も平均以下だというように判定することができます。テスト結果は別のテストと比べることがあります。これは先ほどのテスト結果から佐藤の点のみを抜き出したものです。期末テストの点がこのようになった時これは良くなったと言えるのでしょうか 実は別のテスト同士だと点数を比較してもあまり意味はありませんそこでまた平均値を使いますすると中間テストは平均以上で期末テストは平均以下であることが分かりましたそのためこの結果は悪くなったと判断できるでしょうではこんな結果になった場合はどう判断したらいいのでしょうかこの場合平均値だけでは何も判断できません全員のテスト結果を見てみましょう すると、中間テストも期末テストも平均点が同じで、佐藤はどちらも平均点より10点高いことがわかります。しかし、点数の散らばり方は中間テストで小さく、期末テストの方が大きいことがわかります。そのため、中間テストでの10点差は大きな価値を持っていて、実際佐藤が頭一つ飛び出ていることがわかります。期末テストでは同じ10点差でも価値が小さく、少し上ぐらいにとどまっています。そこで、この散らばりを数値で表す方法が考えられました。 発想は簡単で、まずそれぞれの点が平均からどのぐらい離れているかを求めます。それぞれの差の平均を求めてみると、当たり前ですが0になってしまいます。これでは使えないので、差を2乗してすべてプラスになるようにします。これを平均すると値を得ることができました。この値は2乗したものなので、平方根を計算して戻してやります。平方根という言葉を聞いたことがなければ、2乗の逆のようなものだと思っていただければ大丈夫です。 例えばこの5.36を2乗すると大体28.8になります。同じように期末テストも散らばりを計算します。この散らばりの平均には名前が付いていて専門的には標準偏差と言います。このように散らばりを数値で表せるようになると中間テストは標準偏差が小さいから1点の価値が高い。期末テストは標準偏差が大きいから1点の価値が低い。 だから同じ点差でも中間テストの得点の方が優れているといった判断ができます。得点と平均値と標準偏差の3つの値が分かると得点がどのぐらいいいのか悪いのかを判断できます。しかし3つの値をいちいち比べるのは面倒なので1つの値から得点の良さを判断できるようにしました。それが偏差値という値です。偏差値は良い成績の時に大きな値になってほしいのでまずは得点と平均点の差を計算します。 こうすると平均点を超えるとプラスの値平均点を下回るとマイナスの値になりますさらに散らばりが大きなテストでは点差の価値が小さくなってほしいので標準偏差で割りますすると標準偏差が小さいと大きな値に標準偏差が大きいと小さな値になりますこれが偏差値の計算式です実際に代入して計算してみるとこのような感じになります 何か知っている偏差値と違うと感じたかもしれません。一般的に模試の結果などで使われる偏差値はこの値を10倍して50を足したものが使われます。直感的に分かりやすそうな値になるからというそれだけの理由です。この方法で計算するとよく知っているような値が求まりました。偏差値とはこんな感じで計算されているわけです。そのため平均点と同じ点数を取ると50になるという性質があったり、 極端に低い点数を取るとマイナスになることもあります得点が平均点よりも標準偏差分だけ高い時は偏差値が60になって標準偏差の2倍高い時は偏差値70になるという性質もありますこんな感じで偏差値の意味と計算方法について触れてみました手順が多く感じるかもしれませんが計算自体はそこまで複雑でもないのではないでしょうかもしよければ興味のありそうなお友達にも共有していただければ嬉しいですご視聴ありがとうございました